それでは伝達関数とボード線図に関する問題を出していきたいと思います。ここでは3つのシステムを考えます。丸1は S 次乗プラス 3S プラス2分の2。丸2は S 次乗プラス 3S プラス2分の 5S プラス2。3番目は S 次乗プラス 3S プラス2分のマイナス 5S プラス2となります。 これら3つに対応する棒線図を図の原因線図、位相線図というこの ABC で表しています。これに対して正しい組み合わせとなるよう A から C を選択してください。この問題に対する回答は制御工学チャンネル内で公開したいと思います。